ドレーニャ・デル・コッリオは、イタリア共和国フリフリ・ベネツィア・ジュリア州、コリツヤ県にある人口約300人の基礎自治体。標準イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ。イタリア語での地名に含まれる、コッリオは、国境線をまたいで隣接するスロベニアの自治体、ブルダシのイタリア語名称であり、また、それを中心とする地方名でもある。この一帯は、 ベネツィア・ジュリアの一部であり、第二次世界大戦後に、スロベニア領とイタリア領に分割された。同様に、コリオを含むコムーネとしては、ブルダシを挟んで東南にサンフロリアーデルコリオがある。ゴリツィア県の最北部に位置するコムーネである。ドレーニャ、デルコリオの集落は、ドブロボの北西約 5km、コルモンスの北約 8km、 県とリツ屋の北西約 15km、ウーディネの東約 20km の位置にある。コムーネの領域は、リツ屋県が北へ突出した形になっており、東は国境を隔ててスロベニア、西はルドリオ川を境界として、ウーディネ県である。隣接コムーネ隣接コムーネ、およびそれに相当する行政区画は、以下の通り。内のスローは、スロベニア領、u、D、は、 ウーディネ県を示す。この地域は、第一次世界大戦後の1920年に、イタリア王国に編入された。1923年に、ドレーニャ・デルコ・ディオという名称になり、1928年には、コスバーナ・デルコ・ディオのコムーネを編入した。第二次世界大戦後の1947年、パリ朝約によってこの地域のユーゴスラビアとイタリアの、 国境が決定された。その結果、旧コスバーナ・デルコ・リオのほぼ全域と、元々のドレーニャ・デルコ・リオの一部が、ユーゴスラビア領となった。なお、この時、ユーゴスラビアに割上された地域は、その後スロベニアの領土となり、現在は、ブルダシに含まれている。広域行政組織である、山岳部共同体、トッテナ・ティゾーネコ・リオ山岳部共同体を構成する。 コムーネの一つである。人口推移、居住地区別人口国立統計研究所は、居住地区別の人口として、以下を掲げている。統計は2001年時点。ありがとうございます。